皆さんこんにちは、登山大好き林木です。このチャンネルでは登山やギア紹介、山道などの情報をお届けしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。八ヶ岳ズームラインで美濃戸口駐車場に向かっております。そう、今回はね、待望のね八ヶ岳登山になりますね。しかもね、主峰の赤岳をねターゲットにしております。そしてね、今回は初めての天白登山ということで、非常にねワクワクドキドキの、心境です。はい、おはようございます。ただいまね6時50分ということで、今回ね八ヶ岳初めてのね天白登山ということで、今回やってまいりました。まあね、梅雨の合間を縫っての、参考ということで、なかなかね晴れ予報の、まあ、山がねなかなかない中でですね、まあ、今回ね天気予報が八ヶ岳にスポットライトが当たりましたね。土日、天気がねなんとか持ちそうだということで、八ヶ岳にね、初めての天白デビューをすることを決めました。今ね、美濃戸口の、八ヶ岳山荘の駐車場にいるんですけども、まあ、こちらでですね、まあ、1日、駐車場1000円ということで、まあ、ここからね、スタートしたいと思うんですけども、まあ、本当はね、もう少し車で、先まで行けるんですけど、そこまでのね、美濃戸林道がね、かなりのね、悪路ということで、車高の低い車はね、ちょっと底すっちゃうんじゃないかなんていう話もあるんで、まあ、安全を期してですね、まあ、ここからね、歩くことにしました。まあ、今回ね、初めての天白装備ということでね、重量も結構重いんですよ。またね、ちょっと、今日ね、運がいいことに新月ということで、もしね、夜、天気が持てばですね、すごいね、満天の星空、ひょっとしたら撮影できるかもしれないということで、古いね、もう全然使ってないんですけど、一眼レフをね、引っ張り出してきまして、一眼と三脚をね、ザックなんか詰め込んできたので、総勢、14キロっていうね、かなり重量級の荷物になってしまっております。まあ、当然ながらね、その分食料がね、削られているという状況なんですけども、まあその辺はね、今日ね、行者小屋で、天白しようと思ってるんですけど、まあ行者小屋のね、まあ山小屋の食事を利用させてもらってですね、まあその分、ちょっと重量軽くしてるような感じですね。じゃあ、早速ね、スタートしていきたいと思います。今ね、八ヶ岳山荘の駐車場、一泊分のね、駐車料金払ったらですね、まあ、この地県で、コーヒーがね、一杯無料で飲めるということで、今コーヒーに入れて、いただこうとしております。まあ、この後、まあ、コーヒー飲んでからね、スタートしたいと思います。今回のね、パッキングなんですけど、まあ以前のね、40リッターパッキングの動画で、紹介してる、基本的にはね、同じなんですけど、まあそこにね、今回一眼持ってきたんで、三脚横付けにね、追加してます。あとね、赤だけ、チャレンジするということで、まあ危険箇所もありますのでね、メットも一応、まあマットの上にね、取り付けております。まああとはね、そんなに変わんないんですけど、熊鈴ね、新調しました。やっぱね、ちょっとね、こういうベルタイプの方がね、熊よけにやっぱ有効だということで、やっぱ音もね、きちんとね、こう、しっかり響くものに、まあ、最近ね、熊の被害ね、いろいろ、まあ、ニュースとでね、報道されてますんで、やっぱりちょっとね、気になりますからね、まあ、しっかりね、熊よけ対策して、いきたいと思います。ちょっとね、想定外のね、雨スタートということで、まあ、ザックカバーね、かけて、まあ、レインね、着用して、行こうかなと思います。まあ、傘ね、使おうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、どういう状況になるかわからないんで、まあ、レインを、ね、無難にね、レインを着用していきたいなと思います。ミレーのね、サスフェ40に付属しているレインカバーはね、外付けに対応してないので、まあ、こんな感じでちっちゃいんですよね。レインウェアは、ノースのクライムライトジャケットです。お、なんかいいマップがあるじゃん。写真また撮っておこうかね、これは。使えるからね。よいしょ。
はい、今ね八ヶ岳山荘出発してですね、こっちですね、ここからが港林道、国道と言われてるかなりね凸凹の道を進んでいきます。こっからね、港山荘まで、まあ、登山口のところまでが、コースタイム1時間20分ということで、まあ、こんな感じになってますね。現在地ここ、以前ねちょっとこういったアクロで NMOX のねフロントスポイラーを、折ってしまったというね痛い経験もありますんでね、我慢してちょっと行きたいと思います。でそこからまた2時間なんでトータル3時間20分で、餃子小屋の予定ですね。本当にねこれ一眼持ってきたんですよ、古いやつ、もう全然使ってなかったんですけど、なんでかというとですね、まあ、今日ね奇跡の新月ということで、カメラ素人でもねもしかしたら綺麗な星空撮影ができるかもしれないというね期待のもと、今回ちょっとねが重たくてねそっち来るの嫌だったんですけど、もしねそのチャンスが巡ってくるんであればねやってみたいなということで無理して持ってきました。三脚もね無理して持ってきてるんで、ザック重量14キロってめちゃ重いんですけど、まあ今回ねこの後どうするかっていうのはその結果次第で決めていきたいと思いますけどね、綺麗に撮れたら星空写真ねお見せできるかと思います。トレランのね方々が颯爽と追い越していかれました。あ、これいつもね林木式ソロハイキングのあるあるなんですけど、本当ねトレランの方々すごいですよね。まあ軽装備で動きやすいっていうのはあるんでしょうけど、もう僕には無理ですね、もう基本スペックが違います。でしかもね今回ねちょっと前回のベスさんでかかとがちょっと痛くなっちゃったりなんかしてたんで、少しねちょっとそういったとこ心配なとこもあるんでね、まあ、ゆっくりね行けたらなと思います。天気予報通りですね、晴れてきました。残念ながらこのレインの着用何だったんだっていう状態になってますけど、まあこういうこともね想定しておかなきゃいけないというかね、まあ安全サイドに振るっていうのがまあ鉄則ですからね。いやー、というわけで暑いっす、本当に暑いっす。しかもね、まあおそらくここさっきね林道分岐したんで、昔はここが港林道だったんでしょうね。これは確かにね国道ですよ、これ普通の、乗用車だったら走れないですよね。四駆のオフロード仕様じゃなかったらこれは無理ですわ。オフロードでも結構きついんじゃないかな、リフトアップしたようなね車体じゃないとこんなとこは走れないと思いますよ。山の子村まで到着です、というか山の子村までやってきました。まだね登山口じゃないんですよ、四駆だったらねここまで全然ガンガン入ってこれちゃうんですけどね、やっぱり途中でスタックしてる車なんかもありましたんでね、まあ NBOX は無理でしょう、無難に歩いて正解だったと思いますが、この辺りからね多分車で来られてる方がいるんで、ハイカーさんが少しずつ増えるんじゃないかなと思いますけどね。まあどうせね、林木式スーパースローハイカーなんで、まあ皆さんにどんどん追い抜かれていくんですけど、しかもねちょっと無理するとねまた足痛くなっちゃうといけないんでね、まあ、ここはペースをキープしていきたいと思います。港山荘到着です。トイレ100円で利用できますね。ジュースとかねいろいろ飲めるようですけど、あ、ここお風呂入れるの、なんか食事もできるみたいですね。
さあ、北沢南沢のね分岐まで来ましたね。北沢方面はね赤岳高専、南沢がね行者群方面なんで、北沢南沢の方ね向かっていきたいと思います。ここからね行者群まで2時間、到着予想10時37分2時間のね予定になってます。じゃあ頑張っていきましょう。ようやくね登山道に入ってきたんですけど、やっぱり雨上がりのね、この沢沿いのトレイル、めちゃめちゃ雰囲気いいですね。やっぱりこうね苔むしたところにね、葉っぱがね、水に濡れてねすごくみずみずしい、艶やかにね、輝いていて、すごいねこれはこれでねすごく印象的なねトレイルで、すごいねいいですよ。しかもねやっぱり標高ちょっと上がってきたせいかね、あの空気もねすごく涼しくなってきましたしね。今気温が19度、湿度 81%、 もう標高1746m なんで、やっぱりねそれなりの気温になってきてますよね。まあ、平地の方かなりね気温高いんで暑いんですけど、これは今はねものすごい涼しくて快適です。暑くてねレイン脱いだんですけどね、いやーこれは気持ちいいですよ。この原生林すごないですかこれ。ちらほらねあの撮影してる方がいたんで、何を撮影してるのかなと思って見てみたらですね、銀龍草が咲いてました。銀龍草もね、まああの特徴的なねシルエットなんで、初めて見た時はね結構驚きましたね。まああのあんまりね道中で三叶草取りまくってるとまたコースタイムめちゃくちゃ伸びちゃうんで、ほどほどにしていきたいと思いますと思ったらここに銀龍草。この南沢のね沢沿いのコースめちゃくちゃ気持ちいいっす。いやーいいっすね、やっぱり沢沿いは気持ちいいですよね。今ね港の登山口から、2時間40分ぐらい歩いてきました。標高ね今 2040m ぐらいのところまで来てるんですけど、やっぱりねこの辺りからやっぱきついなって感じがしてきますね。これその歩いてきたからしんどいっていうよりもね、やっぱり高所、酸素濃度がねやっぱり 20% ぐらい薄くなってきてるんで、まあ、その影響が大きいと思いますね。なのでこの辺りからね、あと20分ぐらいで行者小屋なんですけど、しっかりね高所順応しながら、極力ねスローペースで、しんどくないように歩いていきたいと思います。しました。3時間50分コースタイムよりも1時間半ぐらい遅れてますね。全然初心者向けじゃないですね。めちゃくちゃしんどかったです。これから、テントの受付して、ちょっと一回ね休憩したいと思います。天板空いてるかな。だいぶね遅い方だと思うんですけど、
あの辺も多分電話なんでしょうね。まあとりあえず手続きしていきたいと思います。とりあえず本日の、我が家が完成しました。今日はね、設営風景はもうね、しんどかったんで、撮るのやめました。まあこんな感じでね、とりあえずできましたけど、ちょっとね、若干斜めってるんで、まあ、寝心地悪いかもしれないですけど、まあしょうがないですね。超スローハイカーなんで、早いもん勝ちですから。まあ、あとね、ちょっと一回休憩してゆっくりしてから、どれだけアタックするか決めたいと思います。階段の急登を登ってます。中岳への道は遠く険しい。やばい、ガスがちょっと晴れて凄まじい落差。岩場の急登を登ってきます。あ、いや、ここは三点指示だ。あ、最後の急登ね、頑張っていきますよ。ガシガシ登っていきますよ。よしよし、ナイスウィッチ。こっからがね、急登なんで気合い入れていきますよ。安全第一、頼みますね、お嬢さん。